はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず暗黒騎士にしたんで、装備を、そうだな、変えないとね。フレイムタンになっちゃった。そうか、剣はフェンサーと被ってんのか。マグノリア死にそうだし、そうか、死んでたんだ、もともと。ちょっと一旦ここで整えよう。上の地区か、商業地区は。まず寝る。よいしょ。90円、まあ安いといえば安いな。剣士系が2人だからお金はかかりそうだな。どうしようかな、二刀流つけようかな。二刀流つける余裕があるかどうか。そうだよな、入手金額アップがあるからな。これがちょっと邪魔だよな。かといってな、金を減らすわけにはいかないから、ちょっと考えよう。に使うからな、二刀流するのには。エクソシストもあったな。二刀の心得、そうするとあと一個しかつけられない。どうしようかな、バラージかな。そうするとやっぱり、こいつらは大丈夫だよな。よし、ちょっと武器屋行くか。これか、これ2つ欲しい。攻撃力アップするから。うわ、高え。あと1個しか買えない。盾はでも買ってあるし、鎧だな、これ装備してるか。防御力めっちゃ上がんな、これ。2つ買えねえな。まあいいや、とりあえずこいつを二刀流。コリシュマルド、盗賊の小手か。あ、そうだよな、二刀流だから防御力低いから、少しでも防御を上げておいた方がいいと思うんだよね。盗賊の小手でいこう。でこいつ三刀流だからブラックベルトおすすめ。 OK、イデアも大丈夫か。で、キーズも OK だな。よし。じゃあ、これでいくか。あと、アイテムをどんな感じだったっけ、今。光のなんとかから強い力を感じるって言ってる。超大事なボムの右腕。3個、2個、1個買おう。で、神々の怒り3個。これでいいかな。ポーションがね、やっぱりどうしても。エクスポーションか。いやー、エーテルターボも5000円するしな、たっけーな。ハイポーション何個買える？一応79個買えるか。すぐなくなるからな、でも。50個でいくらだ？ 7500 円か。いいや。当分はハイポーションで回復させよう。なんかもっといつかお金が、ガンガン溜まる敵とか出てこないのかな。じゃあちょっとホーリーピラーに向かっていきますか。いざ突っ込め。なんかこれ超強そう。このまま弾丸みたいになってんな、この船。ほら行くぜ。大きさあんまり変わんなくね、あれが。ホーリーピラー。ほー、近づいてるよって言ってる間にさ、皆さん落ち着くんだ。どんだけ時間かかってないのこれ。浮遊城はあの中に入った。おお、後戻りできないね。後も、はい。やり残したことはない。本当に準備、もう一度。よく考えるか。イデアまでそういう場所に。なるほどね。ちょっと待って。何勝手に決めてんだよお前。やり残したことないよね。マジで。重い。終わった。僕はずっと、いや、そんなことよりさ、なんで勝手に進んでんだよ。ふざけんな、ユウ。お前の独断が。そしてこれは毎回カット。パーティーを全滅に追いやることになるんだぞ。そんなお前の姿を見たかった。そういえばこれ毎回さ、よくわからないよね。
どういう意味があるの？第3章とかもう全く覚えてないし、やたら長かった記憶はあるけど。浮遊城への雪原、簡単に雪原できたな。さくらさん、分かってる。湯船のことは皆様の。一応2人いるんだ、はい、従業員が1人増えたじゃん、よかったな。さくらさん、エンジニアだから存分に働いてくれるぞ多分。ここが浮遊城か。いや、さっきと大きさ全然違うじゃん。マップで見たとき湯船と同じくらいだった気がするんだけど。ディアマンテ、これあれじゃん、飛行石じゃん、キラキラ光ってんの。まあ浮遊城だから飛んでるものがあると思うんだけど。あ、そうか、魔王もいるのか。魔王とか言って一回しか戦ってないな。おそらくアニエス様はあの、なんでわかるんだよ。てかアニエスどうしたんだ。アニエス様、ようやくここ。操られてた感じがあったけど、今はどこにいるかわからない。陛下、あの者たちが浮遊城に乗り込んでき、やはりだったら。お前そこボロボロなんじゃねえのか。ホーリーピラーにつ良いのか。ああ本当は、いや優を置いてく。そうか、この皇帝ってなんか仲間思いだよね。歴史を変え、承知した。じゃあな皇帝。さらばだ皇帝陛下。同志たち、おお、やっぱり仲間思いだ。ならば私は、私はこの世界で何があったんだ皇帝。嫌なことがあっても、お、なになになに、限界突破、9999が上限。そろそろ敵に9999ダメージを与えられるようになった頃だか、全然与えてないんだけど。確か5000くらいが最高だった気がする。5000でこの前すえーとか言って叫んでた気がするんだけど。9999のダメージあるよ。時を止めて限界突破、ブレイブリーセカンド中ならば9999の上限を、超えることができると。回復行動も9999超えるって。でもヒットポイントって最高9999じゃないの。意味なくね、超えたとしても。あれ動ける。こっち行けねえし。あ、行けないんだ。敵はエンカウントマイナス50。まあいっか、これで。この砲台みたいなので湯船なんて撃ち落とせばいいのに。今そうか、人不足なのか。ここ敵出ないのかな、まあ、エンカウント率は下げてるけど。あ、こっから敵が出そう。右に宝箱が見えるけど、これなんだ。おお、エレベーターだ。なるほど、ここはこれを駆使していくのね。ちょっと下とか、まずは宝箱を取ろう。北極の風、2000円ですね。2000円をゲット。エクスポーション、エクスポーションは1500円。これで3500円手に入れた。あ、これですぐ帰れる。まあ来たばっかだけど、こっちを先に探索と。もうダウジングをつけるとな、それすらちょっと惜しいからな、アビリティポイント。帝国この衛兵か。こいつはいいや。いや、だって1400とかだよ。9999なんて無理でしょう。反撃、おお、つい5000。反撃で5000だよ、だって二刀流。あ、やばい、フォークアイつけないときついな。暗黒無効、フォークアイつけるあれがない。お金どうしよう。とりあえずいっか。ちょっと入手金額アップは、フォークアイつけよう。ちょっとお金はしょうがない。この際今はちょっと戦闘の方が大事だからな。あっちの宝箱も取れないから一旦下に降りるか。ん？どこだ？あの階段の登っていくと宝箱ゲット。成功の拳、強そうだけど文句がいないからな今。
とりあえず盾兵か。盾兵はちょっといい後で倒そう。マグノリアで倒すか。いやマグノリアでも弱いからな。一発一発が弱い。イデア。ティズに任せよう。おら行け。くらえ。600か。勝てな、やっぱり。あれ？もしや、守るしてきて、いってなんか反撃されたんだけど。いや、全然効かねえ。あ、いてててて、やばいやばいやばい。これはマジやばい。殺されるぞ、次からったら。だってこんな、うわうわうわって、お、死んだ。なってんのに。いえー、やばい。これも反撃食らう。いやー、まあ、盾兵ちょっと、かなりやべえな。おいおいおい、まだ一発耐えられるか。逆境。サンダか！おぉ、あまり食らなかった。これ、やばいぞ。ちょっと待って。早速、神々の怒りを使おうと思ったけど、ゼウスの怒りでちょっと蹴散ろう。で、フェニックスの方で生き返らせて、いや、生き返らせる必要はない。死んだままにしとこう。ボムのかけら、ボムのかけら。くらえ！くらえ。よし、倒した。おー、あぶねえ。盾兵マジ厳しい。663円か。なんか目に見えてやっぱり減ってるな。早速だよ、早速アイテム使うよ。ハイポーションなんか使うの。おらららららら。盾兵要注意。これ上に上がれる？ガシャーンと。やべ、騙された。上に上がったところで無意味だ。とりあえず右下から上に上がるか。宝箱を取って、光のカーテン。リフレクもな、あんまり使ってないよな。魔法を使ってくるボスがあんまりいないんで。ここの浮遊城は？あれ？宝箱があるけど。斧兵と槍兵ね。問題ないな。おーら。おーら。こいつは8ヒットするな。高校へつけてたっけ？ 7 ヒット、7ヒット。やっぱり全弾ヒットしないときついなぁ。よし、OK。逆境。ああ、下に降りないと宝箱が取れない。ってことは、お、宝箱ゲット。おお、普通に5000円。一回こっちから降りてみるか。よいしょー。いけねえし。いけたか。エーテルターボ、重要だな。エーテルターボ5000円だからな。これは？金の砂時計。あ、最悪金の砂時計使おう。いやー、出た！斧兵。斧兵じゃねえや、盾兵。これはね、きついよ。どうしよう。とりあえずこっち。デフォルトして、まず神々の怒りを1個使っちゃおう。あとはサンダラ。これで様子を見る。くらえ、くらえ。583、弱い。弱点ついて。これか。倒してくれ。倒せなかった。反撃。どうすればいいんだ俺は。神々の怒りはもったいねえから、いっぱいあるやつだな。天狗か。天狗を使っていこう。天狗と大地のドラムだな。500。うわぁ、いくつパワーあるんだよ、こいつら。あとは攻撃でいけるっしょ。ユウとマグノリアちょっと弱えから、ティズだな。やばい、盾兵強すぎる。
500、よし。ちょっとこれスーパースターじゃまずいんじゃないかって言っても帰れねえしな。なんかもう大丈夫だみたいなことユウが言ってきたし、全然ダメだろ。クロマ同士で3だか買っとけばよかったかな。ただマジックパワーも全然ないしな。おお、こっちに宝箱がある。天狗のくしゃみ重要だな。攻撃アイテムは、どこに行けばいいんだ。あそこに行けばいいんだから、これで上に行って取り逃しはないよね、アイテム。うん、これは安心だ。盾兵さえいなければなんとでもなる。最悪盾兵来たら逃げよっかな。もう相手にするだけちょっと無駄っぽい。いや、全然与えるダメージ違えもんな。フェンサー強えな、そう思うと。こいつもな、ダメージが通れば強えんだけどな。ちょっと限界かな、ソードマスター。やった、エクスポーションだ。1500円。で、ここの階段で降りてと。あ、あっちに行けるけど、宝箱がある。お、あれ、どっちだ。友達が少なくてお困りのようだ。こんなところでこの先は危険だぜ。よし、ちょっと待って、先にこっちの方から探索するか。え、新種のバッジ、何これ、意味が分からん。味方のブレイブアタック率を上昇させるバッジ。え、何それ、超よくね。これ装備しよう。あ、でも下がるな。いやー、これレベル上げの時に必要だな。これいっていけねえし、こっちなんだよ。どっかに通じてると思ったら全然通じてないじゃん。一回テントで休もう。最悪アイテムを買い込む必要があるな。もういいよ。こんなところでテント張ってさ、帝国兵とかなんて思ってんだろうなあいつらあんなところでテント張ってるぜって。襲われないのもすごいよな。暗黒騎士が果たして強いんだかちょっとよくわかんねえし。あれ、アニエスを守るボスか。そうするとアニエスいなくね。この部屋は、ええ、結構狭い部屋なんだな。アニエス、ベッドがないけど、こいつどこで寝てたんだ。あ、なんか光り始めてるぞ。殺してやる。え、なに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 、そういう部屋なの、バーサクの部屋。なになに、パパを返す、パパを、パパ、ちょっと待って。じゃあ分かるように言ってあげるよ。レブナント・グレイス、お前に殺されたガイスト・グレイスの一人息子だ。一人息子、パパを殺したお、なんか呼びが光り出した。マグノリア、マグノリア、そういうことか。大丈夫よ、マグノリア。でもありがとう、わざわざここまで来てくれて。お礼に殺してあげるよ、お前たち。え、なになに、全然話が見えねえんだけど。ガーディアンの当たり付けだ。ガーディアン、レブナント。ああ、人に取り付くこと。僕の能力は、僕を倒すには取り付く。パパの敵も、イデア、やつはサジッタを襲った。そうみたい。なるほどね。血まみれ男の息子のボール。おかしいか？おかしいよ。お前らはもうあの、ま、許してもらう必要はない。まずは帝国兵を片付けよう。あ、盾兵がいるからな。盾兵がいるから神々の怒りをちょっと使おう。マグノリアは北極の風。で、こいつは神々の怒り。で、キズは北極の風と。じゃあ、ボムの右でしよう。
暗い北極の風、何しぶとい。サンダガーガード、いけ憑依。あれなんだ、なんか弱いやつに憑依しだしたぞ倒そう一旦。もう一度あなたと。どういうことだこれは。サンダガ、なんだなんだ、よくわかんねえな。めっちゃしぶとくなってんだ。おお、ちょっとピンチだな。ケアリタ全体デフォルト。この体はね、強くてもうずっと。そうよ、あなたのパパは。そんなこと、まあ関係はないよな。結構回復すんな。よいしょよいしょ。デフォルト、デフォルトと。あなたのパパはね、別のあなたって何？あなたと同じ。ああそういうことね。何を言われたって絶対魂すらの。ソウルスマッシュ、危ねえ。暗黒剣、いやーちょっと待ってよ、これはちょっときついな。今パワーねえし。しまった、最初からウルフがないからこの劣化のウルフを一回やんないとダメなんだ。ブレイブブレイブ、どうしようかな。ウルフファング、ちょっとこいつエビ隊をやろう。でイデアはパワーオブラブ、ディッティーズはちょっと一回エクスポーションで回復させよう。普通にユーを、よしこれで OK。 これ会話長えな。そして船はパパの顔、それでパパは帰る。え、どういうこと？霊力 80% になってるよ。劣化のウルフ食らえ。そういや調べてねえな。ソウルスマッシュ、デフォルト一回調べよう。すっぴん技で、もう一度あなたと。で、デフォルトと。ほい。3万か。弱点光。あー、光なんて持ってねえよ。なんか、途中で手に入れたような光っぽい。殴るやつ。まあでも、いないからしょうがない。瀕死でもないしな、攻撃するしかない。ケアルダディア。よし、行くぜ。ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーン。1000。1200か。思ったより出ないな。硬いな、やっぱ鎧だからか。いや、全然ダメだ。火力が足りない。三刀流目の火力が全く足りないな。暗い。はい、てかさ、これ1回攻撃じゃん。召集またかよお前ら、めんどくせえやつらだな。デフォルト、デフォルトで、こいつはちょっと、じゃマグノリアは攻撃させよう。北極の風で、イデアは1回ブレイブ使って、北極の風、北極の風で、キズもアイテムで、天狗のくしゃみでいいや。うおー、1500くらい。1500、ストップ、マジか、ストップした。北極の風、北極の風、よし。憑依、誰に？ストップしてるよ。なんだよこれ、よくわかんねえよ。マグノリア殺せばいいってこと？ 17480、 マジックパワー4900って。ちょっとやってみっか。マグノリア、え、本当に本当にいいの？やっちゃって。パワーオブラブ、ちょっとマグノリアぶったたいてみっか。パワーオブラブ、
距離杭は打たれる。あいていて。おお、戻った。すげえ減ってる。ただデフォルトやばいな。回復させよう。であれだ。おお、めっちゃ回復する。いい。お、また憑依してきた。この憑依って治らないの？ちょっとデフォルトしてみよう。ずっと。あ、いてててててて。あ、火力がない分弱いわ。ちょっと一回マグノリアぶん殴るか。いや強いよ。めっちゃ食らってるよ。食らえ食らえ。ペアルだ。ゴルフィーは打たれる。ひどい。なんだよ、いつ。どうしようかな。ちょっとエーテル使おう。エーテルターボだな。くらえくら。あ、戻った。ブレイブブレイブ。ヒットポイントいくつだ。1万5000か。まだ結構あるな。ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーン、マグノリアチョガードで、こいつはケアルタで回復で、キズも攻撃に入るか。ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーンと。うわー、硬い。マジ硬い。バランジも発動してるよね。マジ硬いんだけど。召集またかよ。でもこれちょっとダメージを稼ぐチャンスではある。ただ足りるかな、アイテムが。ボムの右腕、もっとマグノリアが2回使えた。ボムの右腕、ボムの右腕。うわ、ない。北極の風とかもなんもない。マジか、しょうがねえな。大地のドラム、これで攻撃をしていくしかないからな。南極の風500か。750。やばい、ストップ、ストップした。反撃、脅威。もうマジかよ。こいつら超邪魔なんだけど。ボムのかけら、イデアもちょっといいや。大地のドラム、南極の風。てかこいつらめっちゃ狙ってんだけど、マグノリアを。いってー。ボムのかけら、これでちょっとずつダメージを与えていくしかない。いてー、死ぬぞ。反撃、オッケー。死んだ。とりあえず回復させよう。フェニックスの王で蘇らせてからのエクスポーションで、歌を歌って、U だな。で、デフォルトと。よし、とりあえずここまでは回復した。また憑依かよ。7200。どうすりゃいいんだ、これ。攻撃をするか。で、こいつはこれ醤油、買って。痛い。なんで反撃されたんだ。あ、普通に攻撃されたんだ。なんだよなんだよ、マジどうすればいいんだ。醤油ってダメージ与えないと治んないのかな。サンダラでもやってみっか。サンダラゼロ。いって、ちょうつい。
氷印が治るアイテムとかないの？ないよな。ゴーストともまたちげえしな。ストップさせようかな、こいつ。とりあえず。一旦ちょっと回復させよう。ザ・ワールドを久々に使うか。イデア。これで、ちょっと回復しちゃうけど、しょうがないな。全体にかけよう。うわー、回復してる。普通にデフォルトでアイテムエクスポーション、イデアもちょっと自分でエクスポーションだな。いや、イデア自分であれだな、ケアルダだな。うわー、チーズマジどうすりゃいいんだ。殺しにかかるか、しょうがない。犠牲になってくれ。ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング、デフォルト、デフォルトと。甘い。くらえ。ゼロゼロゼロ。ちょ、まあ、どうしようもないんだけど、これどうすりゃいいの。だって必殺技味方全体だし。フレンド召喚してみようかな。超弱いんだけど、こいつ強え。いやー無理だよ、ちょっとマジどうにもなんないんだけど。いって死んだ。おお、やっとか。攻撃に入ろう。アビリティでまずレイジで生き返らせて、そこからケアルダで回復。今死にそうだけどいいや。報いだ。ウルフファング、バイソンホーン、くらえ。超弱え。なんなんだ、攻撃が通らない。強すぎる。あともうちょっとなのにな。こいつは通るな。レイズ、そっからの回復。召集うざい。あといくつだ。5500か。アイテムな、10個。ちょっと待って、ここでひたすらアイテムを使っていけば倒せんじゃないか。1、2、3、4。いや、これは倒せるはずだ。真珠を倒せると。足りるか、アイテムが。そもそも足りないな。足りないぞ。これはイデアは魔法でいけばいいんだ。いや、魔法が足りない。そもそもエーテルターボを使って、そっからファイラーを連発で、キズはあれだけのアイテムを使って、もう砂時計しかねえし、星の砂、レブナント、あとはもうレブナントを攻撃しよう。違う違う違う、バイソンホーンとか使った方がいいな。そうするとウルフファングからの、バイソンホーンからのウルフファングと。よし、これで倒せなかったら終わる。いて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 、ちょっと待って。ほら、反撃。500。550。600。よしよしよし。コツ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 、ダメージを当ててけ。600。大地のドラム。大地のドラム。サンダが。よし、耐えた。エーテルターボからの、ファイラ。弱っ、弱い弱い弱い、マジ弱い。30とかだかよ。これはもうティーズにかけるしかない。星の砂、ゼロ。なんなんだ、一体。しかも、ガードしてきたし。よしよし、倒した。あとは、こいつだ。
ストップ、いいよいいよストップしちゃってもで戦う。いやーマジ総力戦だったな。え死ぬなよ、危ねえ危ねえ危ねえ。いやきつかった。道連れ、道連れ覚えといてもよかったかもな。ガーディアンのアスタリスク、なんかいろいろ手に入ってるな。霊力がたまる、おすすめ槍、ソウルスマッシュ、ほんほんほん、ヒットポイント S ってすごいな。なんかまたスマホみたいなの出し始めたぞ。おお、もうお前消えろ。パパはもう死んだんだよ、現実を受け入れるんだ。え、何どういうこと？ね、前よりも優しくなってたんだ。それはやばいだろ。この鎧もパパと一緒にいられて。これあれだな、アルフォンスだな。楽しかった。お前のことを今日からアルフォンスと呼ぼう。あ、やっぱり僕。そうだよ。真理に触れたものは消えるんだよ。やだ。聞きなさいレブナント。あ、言ってたね、そういえば。我ら親子のパパ、イデア、おし、いきなり、いきなりこいつ塩らしくなったな、何なんだ。決して消えやしない。だから、うん。だから消えろ、お前は。安心して。死んだ息子の魂を父親って。で、ここは結局アニエスはいなかったと。アイテムとかあんのかな。結局外出ちゃったよ、もういいや。あ、これで上に行けるようになってんだな、きっと。とりあえず一回寝よう。250円、まあしょうがない、全然安い安い。アイテム補充しないとマジやばいぞこれ。攻撃アイテムだな、攻撃アイテムを補充しよう。この先は危険だぜ。いやもう危険はない。24000円あるってことは、右腕を5個ずつ買おう。あたっけ、5個ずつ買えねえ。3個、神々の怒りも3個。いやマジか、ちょっとお金貯めようかな。天狗のくしゃみが買える1個。いや全く金が足りねえな。セーブしよう。でちょっとガーディアンを見てみましょう。ガーディアン、霊力、ソウルスマッシュ、霊力 20% 消費、ソウルブースト、ははソウルブーストは？なるほど、霊力が溜まった状態、ソウルブラスター、全体に強力な攻撃、守護霊、攻撃力、あー、なるほどね、兜と鎧が S、ソウルリンク、霊鏡、物理攻撃を反射するバリア、結構いいなこれ。憑依されるって何？ちょっとよくわかんねえな。ソウルキャノン、霊力 100%、 なるほどね。はい、とりあえず総力戦を制してガーディアンを手に入れたところなので、ちょっとお金貯めをしようかなと思ってますので、今回はこれで終了したいと思います。